頭が不思議ですので、自分で頭をたきつけて、それから稽古着に着替えて、稽古場に入れてもらいます。それから、お家に大体2時ごろに帰ってきて、それから少し軽くお食事をいただいてから、身支度をさせてもらって、おしろいをして、それで、大体5時か6時くらいのお座席に入れていただきます。受けにかかるのは大体10分から15分ぐらいの時間でさせてもらいます。お屋敷から帰ってくるのが大体12時ぐらいなので、それからおしろいを落として生き物を脱いで、大体休むのは2時ぐらいです。